佐島チャンネルへようこそ。君が正解。おー、やったー、当たった。はい、はい。じゃあ続きまして、ワインの飲み比べです。飲み比べです。はい。で、まあ画像にもそちら出てると思うんですけども、よりで分かりやすくするとこんな感じです、はい、と、はい、ということで、飲み比べてもらうと思うんですけれども、あれ、なんかはじめちゃんワインがお酒ダメなんだ。あ、そうだ、お酒飲めないんだ。だから逆に分かりますよ、お酒飲めないから。大丈夫、もうこれくらいだったら大丈夫です。本当、アレルギーとかじゃないですかね。です。まあ、全部飲まなくていいんで、あの、たしなめるって分かればいいというか、はい、ちょっと下ちょんちょんちょん。いや、本当分かる人はそれで分かるらしいですから。そうなんだ。下、どうですか。私もお酒めちゃくちゃ弱いんですけど。ワイン飲んでる？飲んでないです。分かる。あ、でも飲めるっちゃ飲めるんだもんね。多少、本当に、でも本当弱いので、まあ一流なんでね。そうですね、うん、まあ一流なんで当てたいと思います。じゃあ行ってみましょう。じゃあ、はい、目隠しお願いします、はい、どっちか覚えてる？オードス。これがこれ、これがこれです。はいはい、はい、これがこれです。これから行こうか、はい、自分で大丈夫ですか？え、そう、飲んがいいですよね、うん、はい、ありがとうございます。大丈夫ですね、はい。匂いとか自分嗅いじゃってるの 見ちゃダメだけど。匂いだけじゃ本当かな。うん、何も言わないでね。うん、分かった？分かんないです。これ大丈夫かな、ま、はい、いきますか。はい、いきます。じゃあ2つ目です。2つ目です。うん、匂いしない。匂いしない。あ、違う違う、全然違う。あ、すごい。まあ、まあ、あんまり言わないで、はい、違いはあるってことだね、うん、注射ね。へぇ、じゃあ よろしければ手でお願いします。はい、なるほ なるほど。じゃあちょっとそのまま、はじめちゃん、はい、はい、酒が。無理しなくて、ちょっと味、ちょっとペロッとね。ペロン、ペロンで。はい。はい。次いきますよ。え、大丈夫か、リセットは。大丈夫です。はい。二つ目です。じゃあ、まあ、目だけちょっと隠してて、はい、はい、じゃあはじめちゃん手でやって、どちらでしょうか。ありがとうございます。開けてください目を。正解は、はい、 A。 うそ、 A でした。えー、本当に？え、すごい。なんでお酒飲めない、はじめちゃんが。え、やった、安いもん。安いですね。え、これめっちゃ美味しかったな。待って、なんでそれにしたの？逆に。いや、これめちゃくちゃ美味しかった。すごいスッキリしてました。え、なんかジュースみたいじゃなかったですか？ジュースみたい。なんかでもジュースみたいだから。あ、そうか。こっちの方が確かに、もっとね、口にこう、わーんって。お酒って感じだったな。でもアルコールは両方ある感じなんでしょ？そうですね。もう僕ちょっとドキドキしてます。マジで？大丈夫？大丈夫です。あ、なんか飲んだの？そしたら。大丈夫です。じゃあ、次の、じゃあ正解は B ということで、はじめちゃんが勝ちました。まさかです。あー、2に落ちた。一流のままで。一流ー！二流で。はい。はい、二流に落ちました。やだー！行きたくなかったなー。早く二流してよ。いや、正直僕ね、お酒の仕事したことあるんで、これは自信ありますね。
ワイン好きです、うん、これはもう分からなきゃまずいな。では A です。はい、うん、はい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 、うん、あ、リセットは大丈夫ですか。あ、リセット、あ、いいや、大丈夫です。これは大丈夫だな。はい、いいです。はい。全然違う。はい、わかりました。いいですか、僕、答えて。じゃあ手で。はい、いきますね。これです。はい。はい。はい。これはわかるな。じゃあ、どうぞ。はい。じゃあ。もう見えてねえじゃないってね、突っ込んでって感じで。あ、でももう、匂い結構、うん、これね、もう匂いで分かったかも。はい。あ、やっぱそうだ。うん。いや、飲むまでもないですよ、これも。もう匂いで分かる。分かりますね。へぇー、うん。じゃあ、これです。もう匂いで分かる。もうね、そうなんですよ。はいはい、ええ、飲み切った。はいはい、これはい、じゃあ正解は、ね、お待たせいたしました。正解はこちらです。ドン。はい、はい、これはもう分かりやすい、分かりやすいっす。でも飲むまでもないです、これは。やっぱね、10倍は違うわ。はい、でもね、こっちのはね、飲みやすくて。飲みやすいですね。やっぱ純酢っぽい。でもやっぱりこっちのが、こっちはフルーティーな味で、フルーティーだった。こっちはやっぱね、深みがある味でしたね。それはもう。飲み切っちゃったもんだって。もう飲み切って、わかりやすいですよ。進んじゃってね。美味しかった。美味しかった。はい、すごいね。美味しかったね。嬉しかったですよね。そうなんです。じゃあ、ということで、はい、二流と二流、そのまま現状維持ということで、キープでした。だ萩野さんと佐島さんは今一流のままということですね。うん、で僕と小原さんが今二流ということですね。そうです。じゃあ、次の試合に行きたいと思います。はい。はい。ということで、次の試合はプリン対決です。で、まあ、コンビニのプリンと、デパ地下で買ったプリンになります。はい、で、こういったものです。はい。はい。で、これでプリンでも、ちょっとデパ地下の方がね、上に生クリームっていうか、クリームがあるプリンでしたので、コンビニ買うのも上にクリームがあるプリンということで、同じようにしてみました。で、こちらの方、まあ、これはね、ラインほどの差がないので、もしかしたら、うん、まあ、第3試合ということで、これが一番難しいかもしれない。うん、じゃあ、お願いします。はい、いきます。うん。いいですか？はい。はい。いきます。あんまり言わないですね。でも違いはある？違いはありますね。それはそうやね。うわー、もう自信ないなー。難しいんだ。難しいんだ。全然違うけど。うん。もうあれ、チーズとワインとどっちが難しい？チーズのが一番簡単でしたね。あ、そうなんだ。やっぱそれより難しい。一番難しい。一番難しいんじゃないかと思いますね。はい、大丈夫ですか。はい、それではお願いします。はい、はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ続きましてはじめちゃん。はい。最初 A の方からいきます。はい。いきます。はい。大丈夫大丈夫。じゃあ続きまして B の方いきます。いきます。はい。おお、ほらいい感じ。わかった。今プリン食べたら汗吹き出てました。なんでどういう感じ。どういう意味なのか。集中してやるんですよ。一体どういう意味なのかね。集中してる。手で。はい。手でお願いします。どちらでしょうか。なるほど。じゃあ正解は。はい。少々お待ちください。もう置いちゃって大丈夫ですか。置いちゃって。はい。こちら、どうぞ。ハッピーバースデートゥーユー。びっくりした。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアのりこさん。ハッピーバースデートゥーユー。ありがとうございます。何そのサプライズ、びっくりした。かわいい。ちょっといろいろご時世なんで、はい、フーバーなしにね、ちょっとこっちの。うしい。こんな感じで、ね、映ってるかな。こんな感じで。イエーイ、ありがとうございます。ということで、はい、まあ正解は確かにお二人とも当たってます。 B ね。はい、 B。 あ、およいしょ。 B、 はい、 B です。で、そもそもね、はい、まあこれはもうチーズ、ワイン、プリンってやりましたけども、もう全部振りです、これ。もうこのケーキのサプライズのための全部振りでした。長い振りでしたね。長い振りでしたね。そう。え、もともとあの格付け、もちろん格付けなんだけど、はい、まあ本来のあれはあのサプライズドッキリっていうね。そうなんですよ。あのちょっと早いんですけど、はい、誕生日いつですか。3月22日です。ということで、そう、ちょっとね、1ヶ月以上早い。絶対わかんない。収録日をね、全然わかんなかった、はい、ということで、誕生日のサプライズの動画でした。ゆるっ。ありがとうございます。え、なんか嬉しい。わかんなかった、2人とも。というか、ちなみにはじめちゃんは知らなかった。そうで、僕と、あ、そうだったんだ。だから、そのリアクションをね、撮りたいなと思って、あえてはじめちゃんには言えなかったんだけど、はい、まあでも途中で、ね、驚いてくれたね。歌と一緒に撮るって。ね、すごい。で、わぁ。正解は、撮れたなと思ったら、そう、ね、一番驚いて。だって、プリンないんだもん。確かに一番驚いてた、ね。一番驚いてた。もう、パニックですよ、パニック。この話は、あれ、ちょっと早くねみたいな、あったかもしれないですね。あー、え、なんか混乱が先に来たかも。はいはいはい、うん、あ、えって目の前にないし、はいはい、うん、そうそうそう。すごい。これ、大成功でした、これ。いや、もう全然騙されました。ありがとうございます。本当にわかんなかった。これね、小原さんが結構撮影現場うろうろするから、このケーキ隠さなきゃいけないじゃないですか、二人で。そう、だからね、はい、これ、難しかった。なんか、うん、だからね、あえてもチーズ切ってとかも俺も言ってたの。あ、こっちを作業させるために。あ、そういうことだったんだ。2人がチーズ切ってる時に、俺が佐島さんに切ってる話で、佐島さんが。そういうこと。そうそうそう。そうなんだ。はい。まあ、本当はね、実際、まあ、手伝ってほ、ね、欲しいっていうのもあったんだけど。はい、だからあの遅かったの、プリン買ってくるの。
あ、そうそう、だからプリン買ってケーキ取りに行って。いや、だからプリン買ってくるだけなのにさ、絶対タバコ吸ってんなと思った。そんなことじゃないんだから。じゃあもうね、ケーキは予約してたんですね。そうね。すごい、じゃないと、だってほら、じね、かけない、うん、ほら。確かに、佐島さんがクリーム入りの、うん、ちょっとプリン買ってくるから、クリーム入りがない。あ、なかったんだ。あ、プリンがまずだから、コンビニ何軒も行って、あ、ごめんなさい。そういうこと？ケーキ取りに行ってた。だから、タバコ吸ってない。遅いなぁと思った。絶対タバコ外で吸ってるよ。って思ってたの。うわぁ、すごい。よかった、じゃあ。やったー、二流ですけど、誕生日。ありがとうございます。狭っ。はい、ちょっと、はい。ということで、第1回、佐島の YouTube チャンネル、いかがだったでしょうか。これがいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録、コメントなどよろしくお願いしますって。はい、ほんとこれね、これみんな YouTube の人よく言ってるじゃん。マジで、高評価いくとね、おすすめに上がって、それに上がると再生回数も上がるんで、これ、本当によろしくお願いします。てちゃん、ね。ということで、次回、きっとあると思うので、お楽しみに。一流をキープします。いや、チーズって難しいっす。そうだ。